安倍球場の全国市民アクション京都の共同開催によります、安保法制を廃止し憲法を生かす政治に変えよう、軍事よりコロナ対策、命暮らしを守れをスローガンに掲げます、生かそう憲法、守ろう球場 11.3 憲法集会 in 京都を開催します。本日の司会を担当しますのは有効相談京都支部弁護士の白戸哲也と、新日本婦人の会京都府本部の姫野美佐子です。どうぞよろしくお願いいたします。今年の集会、コロナ感染は収束してきているということで人数制限は解かれました。ですが舞台前2列は空けてください。またできるだけ間隔を空けてお座りいただき、マスクの着用、そして禁煙にご協力をよろしくお願いいたします。トイレにはペーパータオルを用意していますのでご利用ください。プログラムに感染防止連絡カードが入っています。ご確認いただきご記入の上お帰りになるまでに受付への提出をお願いいたします。本日の集会は YouTube での配信と IWJ によってライブで中継されています。地域では集会に参加できない方などが集会所等に集まって視聴する会を作るなどして取り組まれています。中継をご覧の皆さん、どうか一緒に会を作ってください。では座ってお話しさせていただきます。まず本日は主催者を代表しまして、憲法9条京都の会から代表世話人のお三人さん、上田克美さん、木戸栄一さん、岡野弥代さんが、お越しいただいております。代表いたしまして、憲法9条京都の会代表世話人である岡野弥代さんより開会のご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。お集まりの皆さん、こんにちは。同志社大学教員の岡野弥代です。本来ならもっとすがすがしい今日の天気のような憲法集会を私たちは迎えるはずでしたけれども、私も含め皆さん複雑な気持ちで今日お集まりだと思います。私も選挙結果をどう捉えたらよいのかまだ分かりません。ですから今日は私が分かることだけをお話しします。コロナの中、私は憲法、とりわけ9条の大切さをかみしめてきました。戦争を放棄した9条は、どんな時でも国や政治は市民を犠牲にしてはならないと言っているからです。コロナ感染が落ち着いている今、このタイミングで皆様と集まり、憲法が私たちの命にとって大切なものであることを、今こうして皆さんと分かち合えることを喜んでいます。とはいえ、やはり後ろ向きになってしまいそうで、私も今回はさすがに自分のことを振り返らざるを得ませんでした。2012年に第二次安倍政権が誕生してから、私は皆さんと憲法を考える活動に参加してきました。あの時から一歩も前に進んでいないように思ってしまいそうですが、決してそうではありません。思い出してください。12年末安倍政権が誕生した際の衆議院の様子、自民党が294議席、野党第一党の民主党が57席、そしてその時もまた野党第二党は維新でした。そしてその維新の議席は54議席です。ちなみに共産党はその際8議席です。私たちはこの12年末の国会の状況に驚愕して、私も含め安倍政権が掲げた憲法改正に反対の声を上げ運動を続けてきました。そして今では立憲主義を前面に掲げる政党が誕生し、これまで平和憲法を大切にしてきた政党もまた立憲主義を唱えるようになりました。そして何よりも12年に私が活動を始めた時はほとんどの方が立憲主義という言葉さえ知りませんでした。今では立憲主義とは国家は私たち市民の道具に過ぎないと、
権力者に言い聞かせてくれることであるということを私たちの多くが理解しています。そして私を含め皆さんの立憲主義の理解は特段に深まりました。他の方に立憲主義のことを伝えることもできます。私たち市民の活動には終わりがありません。国会で嵐が巻き起こるならば私たち市民の力で大きな壁になり嵐を防ぎましょう。今日こうして久しぶりに皆さんと集まり、憲法の大切さ、立憲主義の下での政治こそが私たちが求めていること、何より憲法こそが誰も犠牲にならない、誰もが幸せを求める価値があると伝えていることを心に染み込ませていきましょう。今日の憲法集会が皆さんにとって実り多いものとなりますことを願いつつ、開会の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。岡野さん、ありがとうございました。思いを新たにできたと思います。先日衆議院選挙を終えたところですが、憲法を守り生かす運動がますます重要になってきました。そのような中、本日来賓として政党の皆さんがお越しくださっていますので、ご挨拶をいただきたいと思います。大変短い時間で恐縮ですが、3分以内でよろしくお願いいたします。はじめに社会民主党京都府連合代表中村有夫さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、社民党の中村でございます。皆様におかれましては、この間の選挙どう映っているか、どう総括されたか、私たちはとにかく残念なことに自公政権と、そして日本維新の会という勢力に衆議院において3分の2の勢力を与えてしまった。これはまさしく痛恨の極みであります。この戦争へ我々を導かんとする、こういった勢力、この勢力を何としてでも私たちは止めたかった。しかしそれは成し得なかったことを、私たちは政党として皆様方にこの間の努力が不足していたことをお詫び申し上げる次第でございます。私たちはこの今の世界の情勢しっかりと確認しなければならない。経済構造はアメリカにおいても、この日本においても完全に破綻し、まさしく恐慌の状態にあると言ってもいいぐらいです。そしてまたここへ来て中国もその経済が怪しくなり、経済構造に歪みが生じてきております。これはまさしく1929年の恐慌の後、あらゆる財政投入が行われ、かなりの勢力が注ぎ込まれて、経済の立て直しをアメリカをはじめ各国が展開したわけですけれども、これはなし得なかった。結局最終的に経済を立て直したのは、あの太平洋戦争、戦争経済が資本主義経済を復活させた。このことをしっかりと見ておく必要があると思います。私たちはこの今の経済構造が、この流れがまさしく戦争へまっしぐらに突き進まされている、こういったことをしっかりと捉え、この状況を戦争へ向かうあらゆる勢力をしっかりと阻止し、平和憲法の精神のもとに全世界に非武装で、そして対話と
国際協調でしっかりと反戦平和を世界の人々と共に勝ち取るんだという、そういった発信を国内および世界に向けて発信しなければならないと思っております。皆様と共に私たち社民党もしっかりとその歩みに加わりたい、そういった思いで本日皆様方にこの高い場からではございますが、皆様方に連帯の挨拶をさせていただくところでございます。皆さん共に頑張りましょう。ありがとうございました。中村さん、どうもありがとうございました。続きまして新社会党京都府本部書記長の小西誠也さんです。小西さん、どうぞよろしくお願いいたします。本集会に参加されました皆さん、ご苦労様です。新社会党を代表いたしまして、連帯の集会への連帯のご挨拶をしていきたいと思います。皆さん、先ほどもありますけれども、選挙の結果、私も愕然としました。自民党が、261議席を確保して減ったんですけど、他方立憲野党全体ですね、立憲民主、共産党、令和、新選組、社民で公示前は124議席あったんですけれども、114議席へと議席を減らしました。その一方で改憲勢力の維新が選挙前は2倍ぐらいだろうと予測されてたんですけれども、3倍の議席で41兆円という大変残念な状況になりました。維新の伸長によって憲法改悪の危機はかえって強まりました。しかしこの京都では野党共闘という形は組めませんでしたけれども、共産党のさんの野党共闘推進の立場から3区と6区では擁立を見送り、結果的には立憲候補の当選を勝ち取り、自民党の議席を公示前の6議席から3議席に減らす要因を作りました。これは評価に値すると考えます。また全国的には立憲野党の一方が上がった小選挙区でも当選にはしませんでしたけれども、自公候補と大接戦を展開したしました。自民党幹事長、現役閣僚、元閣僚など選挙区で敗退に追い込んだことも一本化の成果といえます。国民生活の悪化と戦争推進が変わらない中にあって、今回の立憲野党の選挙共闘は政権交代に向けたスタートといいます。総括は今後に向けてされなければいけないと思いますけれども、来年の7月の参議院選挙に向けて野党共闘を開くことなく堅持しましょう。さて、9年間に及んだ安倍菅政権は戦争法などの違憲立法強行、原発再稼働、森友家計、桜疑惑など政治の私物化、地方自治と民意を踏みにじる辺野古新基地建設を推し進め、大企業への経済利益を集中させる一方で、社会保障の後退と消費税増税、非正規労働蔓延と働く者の権利を奪い続けました。さらに自民党は公約で敵基地攻撃能力に言及して、敵迎撃能力の射程外から攻撃する能力を持つスタンドオフミサイル、射程距離は1500キロと言われていますが、の開発には相次ぐ自衛隊の軍備拡張と合わせて膨大な費用が見込まれることから、自民党は GDP 比 2% 以上も念頭に防衛関係費の増額を目指すと政策主義に明記しています。これは10兆円超の防衛費の支出を意味します。憲法9条をないがしろにしに尊い許されるものではありません。そしてコロナ第6波が来れば、私権制限の立法やマイナンバー制度強制が行われられます。参院選後に消費税増税の世論工作が再開するでしょう。私たちはこのような民主主義に背を向ける自公政権の反動攻勢にしっかり対峙して、平和と民主主義を守るため一層の戦いが求められています。そのためには国会内外の立憲野党と市民の幅広い共闘を強化して、憲法を守り生かす全ての勢力が大同団結して9条改憲を阻止しましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、日本共産党国会対策委員長で衆議院議員の国田圭司さんです。国田さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。この集会が毎年のように開かれて、毎年のように皆さんがご参加いただき、日本の政治を憲法に基づいて行う、そのための常に罵しを上げた、この皆さんの取り組みに
改めて敬意を表したいと思います。共に頑張りましょう。私は、京都1区の候補者で私事になりますけど、候補にはちゃんと憲法改悪の書いたたった一人の奥田刑事であります。そこでです、私は選挙の結果について言うならば、私どもが6年前に安保法制を廃止し立憲主義を取り戻す国民連合政権構想を打ち出しました。あれからたった6年ですよ。まだ第1回目の挑戦にしては上出来と思わねやっとられませんよ。そんなね、そう簡単に諦められます？コロナのこれほどの危機が及び、命と暮らしが脅かされる政治に対して戦い続けるってのは私たちの本質ではありませんか。私はこれ持ってきました。90歳を超える沢地久枝さんが安倍さんの政治許すなということで金子東太さんの書に基づくものをやりました。そして私も呼びかけ人の一人として今度は菅さんって書きました。そしてまずは直系って書いたんです。彼らはね、表紙を書いてでも政権維持する、そしてメディアの空騒ぎでそれでやってくる。でそれほど市民と野党の共闘が怖いわけですよ。100近くのところで大接戦を演じた。第一歩にしては上出来だっていうのはそこなんです。しかも私たちは今お話したように90歳を超える方々が諦めないと言ってる時に、なんで我々若い者が諦められるかと思いません？その通りです。せやからみんなで、情勢は確かに一つの転換点を成し遂げた。でもね、安倍さんが言っている自民党の4項目、その中の1項目目、憲法9条改悪、これが私の中心だと、自民党の4項目などというのは形に過ぎなくて1項目が問題なんだって言ってるわけですよ。相手はそこに来てるんですよ。そういう意味で言うと、今岡野先生からお話あったように、平和を守り抜く力、これは誰よりも国民の中にあります。これからが戦いであり、これからが運動だ。意義高く進めるのろしを上げようではありませんか。共に頑張ります。本田さん、どうもありがとうございました。それでは緑の党グリーンズ共闘副本部共同代表代行の大井哲郎さんです。大井さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。入ってますね。最近のですね、会見をめぐる議論を聞いておりますと、どうもこんなことのために別に憲法を変える必要ないんじゃないかということを理由にした会見論というのが目立っているように思うんですね。例えば義務教育以外の教育を無償にするのに、なんでこれ憲法を変えないかんのでしょうか。憲法の25条の2項には義務教育はこれを無償とすると書いてありますけども、これは少なくとも義務教育はこれを無償とするというふうに解釈すべきもんなんであって、別に義務教育以外の教育を無償にするのに憲法を変える必要は私は全然ないと思います。それからまた同性同士の結婚ですね、これを認めるために憲法改正なんてなことを言う人もありますけど、よくこの憲法の24条の第2項を見てみますとですね、婚姻及び家族に関する事項に関しては法律は個人の尊厳を個人の尊厳に立脚して制定されなければならない、こういうふうに書いてあるんですよ。この個人の尊厳ということに重きを置いて憲法を解釈するならば、むしろ例えば同性同士が愛し合って好きだというような人がいるんであれば、そういう結婚も認めることの方がむしろこれね、憲法の趣旨に合うんではないか、そういうふうに思います。それからまあ他にはなんかデジタル社会が進んでるから新しい人権保障が必要だ、確かにそうでしょう。でもこれ別にそのためになんか憲法を変えにならんのでしょうか。
日本の憲法には13条の幸福追求権というような非常に優れた規定があります。これの解釈なんかを新たにいろいろ付け加えていくことによって、なんぼでも新しい社会への対応は可能だと思いますね。そもそも憲法って何のためにあるんでしょうか。政治権力を制約することによって人々の人権を保障するための憲法、こういうところにしっかりと立ち返って考えるんであれば、新しい社会の変化に対応する、あるいはこれまではあまり認識されていなかったような問題に対応する、そういうことのために憲法を変えるというのではなくて、今ある憲法の規定をより積極的に新しい社会に対応させて、人々の人権保障をより拡充させる方向に新たな解釈を付け加えていく、そういうことについては何ら慎重になる必要はないし、そういう方向をもっと積極的に追求する、そのことがやはり今一つ我々の課題として、あるんではないか、そういうことを強く感じます。それからもう一つ、先ほど来この度のね、衆議院選挙の結果についていろいろ他の政党の方からもお話がありましたけれども、やはり私はこれからの私たちの課題としてですね、やはり政策の面ではっきりと今の政権に対する政策的な対抗軸をしっかり打ち出して、人々に魅力ある政策を訴えていく、そのことによってたくさんの人々の支持を獲得して、政治を転換させていく、そういうことが課題になっているんだと思います。どうも何か選挙後の議論を聞いてるとね、政党の組み合わせがどうのこうのというような話ばっかりに何か話がいってるようですけれども、やっぱり今の自公の政権、それから日本維新の会を含めたそういう勢力に対して、やはり人々に魅力ある政策をしっかりと訴えていく、そういうことが課題ではないかというふうに考えております。本日は今から75年前に日本国憲法が公布された日であります。その日にあたりまして、ちょっと私が今いろいろ感じさせてもらっているところ、そういうところについて挨拶させてもらいました。どうもありがとうございました。大井さん、どうもありがとうございました。それでは、本日、登壇いただきました来賓の皆さんの中で、締めくくりでございます。令和新選組から中達也さんです。中さん、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。令和新選組中達也と申します。本日は急遽こうして挨拶させていただける場を設けさせていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとうございます。私は京都2区から今回の衆議院選挙に新人候補として出馬させていただきました。結果は残念なことに落選はしてしまいましたが、私は地盤も看板も何もないそのゼロのスタートからこうして立たせていただいたんですが、7263票という数字をいただきました。ありがとうございます。そしてそのおかげさまで大阪大石明子氏が当選いたしました。大石明子は維新の本当に牙を向ける人材であると思っています。この維新のこの勢力止めるために必要な存在だと思っています。そしてこの選挙結果全体で見たら本当に悔しい思いはいっぱいあるんですが、私たち令和新選組3議席取ることできました。いい意味で山本太郎がこれから国会に行っていい意味で大暴れしてくれると思ってるんです。皆さんには令和新選組どう映ってるか分かりませんが、今までいろんな改悪があるたびに体張ってでも牛歩するぐらいのそういった思いがある人間なんですよ。これから歪んだこういう報道じゃなくて日曜討論にも出れるようになりました。なので皆さんにこの令和の存在も知っていただける、そしてこの憲法改正、これがどれだけの皆さんにとって大変なことなのかをしっかりお一人お一人にちゃんと伝わる、そう信じて私はこの憲法改断固反対して皆さんと一緒に頑張ってまいりたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。中さん、どうもありがとうございました。なお本日
の集会には、立憲民主党から、京都府連合会長、泉健太さんからもメッセージをいただいております。プログラムに掲載してあるので、ご覧ください。そして、国民民主党京都府総理支部連合会、前原誠二会長からも、昨日メッセージをいただきました。プログラムに、掲載するまでに時間がありませんでしたので、メッセージをいただきましたことだけ報告させていただきます。それではここで、来賓の皆さん、それから代表世話人の方々には、ご退席いただきます。どうもありがとうございました。熱いところ申し訳ありません。世話人の伊藤千尋さんにご登壇いただきます。伊藤さんからは、参加者の皆さんに元気になってもらいますとのことです。それでは伊藤さん、よろしくお願いいたします。テーマは、結構日本を作る市民が社会を変えるにはです。皆さん、こんにちは。今回の選挙でなんでやって思ってません？結果見て東京にいる限り負けたって気がしないですよ。例えば立憲だけで見ると、立憲の東京の議席はこれまで4議席でした。小選挙区でね、それが8議席に倍増しました。比例を入れると12議席だったのが15に増えました。京都だって頑張ったじゃないですか。東京京都にいる限り負けたって気が多分してないと思います。ところが全国見るとそうじゃなかった。理由がありますよ。データ見ると明らかです。一本化したといっても、立憲に一本化したところは他の政党、共産も令和も含めて他の政党が立憲に入れた。でも共産に一本化したところは他のところが入れなかったということですよ。つまりこれは野党共闘が十分に機能してなかったということですよ。決して野党共闘の失敗じゃないですよ。成功するところは成功している。今回市民連合が頑張って野党共闘という仕組みを整備しました。でもうまく機能しなかった。機能が中途半端だったってことですよね。例えば部屋をあったかくしようと思ってクーラーをつけた。クーラーつけるまではやったんです。でもスイッチが入ってなかったということですよ。中途半端だった。だったらスイッチ入れないだけの話じゃないですか。それを野党共闘をやめろというのが、もうマスコミをはじめ自民党をはじめ、要するに怖いからですよ。そういう宣言を今出されていって、で枝野さんが辞めていくと、おかしい方向に行ってますよ。野党共闘の体制を作った。でもうまくいかなかった。うまくいかなかったところは市民が動かなかったところですよね。うまくいったところはこの2週間市民が本気で頑張ったとこですよ。東京そうですよ。東京8区で石原を落としました。京都だって頑張ったじゃないですか。先ほど京都でどれだけ頑張ったのかという話を後ろの方で聞きました。握手はできない。で、グータッチもちょっと難しい。でも指先だけなら京都できる。これで頑張ったじゃないですか。さっき国田さんもおっしゃいました。第一歩にしては上出来ですよ。だったらこれをどんどん進めていけばいいということなんですよ。なこと言ったって比例区でダメだったじゃないかと言われますけど、数字見てください。例えば立憲だけ取っても、立憲の今回の全国の比例区の票1150万票ですよ。これ前回1100万票ですよ。前回より増えてますよ。決して、負けてないですよ。なのに議席としては増えなかった。なぜか理由がありますよ。前回の選挙、2017年の選挙で希望の党がありました。希望の党って変な希望の党があったじゃないですか。あれが960万票取ってるんですね。その960万票が今回どこに行ったか。半分が維新に行ったんですよ。で、4分の1が令和に行ってるんですよ。そういうふうで令和とそれから維新が今回風を受けた。風を起こすことができた。なんで令和が
そして維新か。維新って僕はアメリカの選挙でよく知ってますけど、トランプと同じですよ。あれトランプ現象ですよ。要するに見栄えだけがいい、テレビ映りがいい、みんなにいいことだけ言う。で、ちょっとなんかそこに入れたら変わるんじゃないかって。現に維新って改革をスローガンにした。令和に至っては、令和って僕は結構評価してますけど、あの山本さんすごい熱意があるじゃないですか。さっきここにいた彼も結構熱意ありましたよ。あれ成功しますよ。他の政党はなんかこうかしこまってるじゃないですか。僕はもっと熱を入れた方がいいと。熱が足りなかったということです。今回熱が入ってた京都と、そして東京8区、静岡、香川、新潟、こういったところはたった2週間の頑張りで勝っちゃったんですよ。ということは2週間の頑張りを長く続ければ勝てるってことですよ。今回維新と令和が風を起こしたというけど、全国的な風にはなってませんよ。投票率見れば分かる。今回の投票率は 56% ですよ。選挙で政権交代を成功させた2009年 69% ありました。そこまで持っていかないと政権交代にはならないんですよ。今回全国の風を吹かせることができなかった、これが敗因ですよ。じゃあ全国の風を誰が起こすか、政党に任せればいいのか、市民連合か。そうじゃない、市民全員ですよ。市民全員が本気で動くということを日頃からしないと勝てるわけはないんです。だったらやればいいじゃないですか。それができなかった。なぜできなかったか、コロナがあったからですよね。コロナで1年半市民集会できなかった。球場の集会だって多分あんまり開けなかったでしょ。オンラインちょっと難しいですもんね。でもそれが原因ですよ。だからしょうがなかったんじゃないんですよ。ヨーロッパとかアメリカは市民頑張ってますよ。どこで頑張るか、ネットです。ネットですよ。 SNS というやつ使ってます。あんまり使ってそうじゃないんですよ。こういうところを使って、あのグレナさんという小さな女の子、あんまり小さくもないけど、女の子が頑張って世界中動かしてるじゃないですか。ああいうことをやれば勝てるんですよ。てかそういう流れですよ。世界が、日本だけが置いておかれるわけじゃないですよ。だったらそこをやればいい。参院選挙を目指してって言いますけども、参院選挙まで何もしないでいたら負けますよ。何も選挙だけで変わるんじゃない、市民の運動によって世界は変わりますよ。お隣の韓国はそうでした。グレタさんだってそうですよ。あれ選挙でやってるんじゃないですか。これを我々がやるべきだということを今回の選挙が教えてくれたんです。今回の選挙で一番打撃を受けたのが憲法ですよ。憲法の改憲勢力3分の2増えました。3分の2以上に行きました。そして維新は昨日参院選挙に向けて憲法の発議をやると、そして来年7月の参議院選挙の時に国民投票をやろうと、こういうことに言ってきました。完全に改憲勢力が牙を剥いた今、憲法最大の危機ですよ。そういう時にどうするか、自民党においては GDP 国内総生産の 1% の防衛費を 2% にしようというふうに言ってますよね。先ほどもおっしゃいましたけど、具体的に言うと今5兆円の防衛費を10兆円以上にしようってことですよ。これ10兆円にしたらとどまりませんよ。消費税がそうだったじゃないですか。最初 3% って言って 5% になり 8% になり 10% 一旦10兆円にしてみたら、今度は20兆円、30兆円こういう話になっていきますよ。で、どこまでやればいいんだ。それは抑止論というものがある限り再現なんか膨らんでいきますよ。どっかってのは中国ですよ。中国がこんだけ軍事費持った、だったらそれに見合うぐらい持たなきゃいかんというふうになっていきますよね。中国の軍事費今年27兆円ですよ。日本の5倍ですよ。だったらいずれ日本も27兆円にしようって話になってきますよ。ところが中国は27兆円で我慢してません。中国はアメリカに追いつくんだと言ってる。アメリカに対抗するためにアメリカの今年度の軍事費って83兆円ですよ。83兆円、まあ、アメリカは減らそうって言ってます。いくらなんでも多いから。で、中国も今の経済力がそのまま伸びるわけじゃない。でも多分50兆円ぐらいまで行こうという話にあの習近平はするでしょうね。50兆円、日本の年間予算100兆円ですよ。100兆円の半分のうちを半分を
防衛費に当てたらどうなります。これ戦争状態ですよ。日本の戦時中とそんなに変わらないですよ。我々は年金とか医療とか福祉なんて言ってる前に生活が破綻しますよ。そういう方向に持っていくのかってことですよ。私たちがしなきゃいけないのは防衛費を煽って増やすってことじゃない。そうじゃない。アメリカと中国の間に入ってこの2つを仲裁するということです。これが現実的な日本の取るべき道ですよ。抑止論のままに防衛費をそのままどんどん増やしていったら私たち生きていけなくなりますよ。気候変動がある前に日本滅びちゃいます。それはもう数字を見ればわかる。じゃあそういう時に具体的にどうすればいいのか。平和憲法に沿って平和国家としてあるべき姿をやればいいんですよ。なんな理想で動くわけがないって言われましょうけど、現に理想でやってる国ありますよ。中南米の国コスタリカ、この国は平和憲法を持ってるだけじゃない、活用してる、生かしている。結局87年この国のアリアス大統領がノーベル平和賞をもらいました。それは戦争をやってる周りの3つの国を回って3つとも戦争を終わらせたからです。今年国連核兵器禁止条約成立したじゃないですか。この条約を提案したのはコスタリカですよ。世界の平和の先頭に立ってますよ。だったらコスタリカを大切にしなきゃいけないという発想に世界が立ってる。これこそ本来の日本国憲法の精神だったはずですよ。私たちがやるべきことだった。それを今コスタリカがやってる。理想って言いますけども現実にやってるんです。だったら我々がやればいい。コスタリカの憲法ができたのは日本に次いで2番目です。だったら我々が1番なんですから。我々って僕が作ったわけじゃない。だったらやればいいじゃないですか。そういうふうに、このコスタリカ平和だけじゃないですよね。このコロナの中で何をやってきたか。コスタリカでコロナ対策の最前線に立っているのがサラスという名前の保健大臣です。この人日本が話しますよ。仙台の東北大学の大学院で公衆衛生の博士号を取った人ですよ。この人がコスタリカのコロナ対策の最前線に立ってやっている。中南米の中で一番成功してますよ。彼が最初に何をやったか、水道料金を無料にすることでした。コロナ対策って手を洗うとマスクぐらいしかないじゃないですか。ワクチンが出る前はね。で手を洗うったって我々はすぐ蛇口ひねればいい。でも世界はそうはいかないんですよ。水道がそもそもついてない、あるいは水道の蛇口があっても水が出てこない、料金は払ってないと。こういった国がほとんどですよ。ほとんどっていうか多いですよ。アメリカでニューヨークで貧困地区で最初の頃コロナで死亡する人がたくさんいた。それはそういう理由ですよ。水が出ないから手を洗えない。コスタリカどうしたか、水道料金をまず無料にしました。それだけじゃない、一番困ってるのは最底辺にいるホームレスの人だ。ホームレスの人は公園が閉鎖になったら手を洗うとこがない、コロナになっちゃう。だったらどうしたか、街中に給水車を出しました。水道のタンクをあちこち置きました。こうやって最底辺の人がちゃんと生きていけるようにやる、これが本来の政策ってもんじゃないですか。日本の政府がやったらマスク2枚配った。あのマスクした人います？見たことがないです。しかもそれを溜め込んでてものすごいお金かかって、保管料だけで6億円ばっかじゃないかって。コスタリカはそれだけじゃないですよね。コスタリカでは小学校に入学したと同時に子供たちに教えることがあります。人は誰も愛される権利を持っている、基本的人権ですよ。それを小学校入学と同時に教えるんです。それだけじゃ、小学校1年生から民主主義教育やってますよ。子供たちにカードを配る、そのカードを配って、そしてそれがどうのこうのゲーム感覚で教えるんです。コスタリカの学校現場に行って、そうすると分厚いパンフレットが7冊ありました。そのうちの1冊は小学校6年生向き、80ページある。これは何か、ジェンダー平等ですよ。ジェンダー平等だけで小学校6年生に80ページの冊子を全員に配ってますよ。すごいじゃないですか。で、
聞いたら、いやこれ当たり前じゃないですかと言われました。当たり前のことが日本で実現されてない、ここが問題ですよ。だったらどうしたらいいのか。日本でもそうすればいや難しい、難しい、難しくない、難しいからなかなかできてないんです。今日本で軍隊をきっぱり捨てるというのが不安だという人はいっぱいいます。それは今回の選挙で共産党に入れたくないという人がいっぱいいたのと同じですよ。でも軍隊を捨てるのが不安ならコスタリカのようにやればいいんです。コスタリカって軍隊はありません。でも国境警備隊はあります。世界の全ての国で共通しているのは3段階の武装組織持ってるってことですよ。警察、これは社会の治安維持ですよ。2番目に国境警備隊、国境を守る。3番目によその国と戦う、これ軍隊ですよ。日本は警察があって、海上保安庁という国境警備隊があって、その上に自衛隊というよその国と戦う軍隊があります。コスタリカ違いますよ。コスタリカは警察があって、国境警備隊があって、そこで終わりですよ。よその国と戦う軍隊なんかないですよ。ありませんよ。その軍隊に回す、他の国が回してるそのお金を教育に振るべきだから、コスタリカでは今幼稚園から高校まで完全無償ですよ。幼稚園から高校まで13年間義務教育で完全無償ですよ。大学生の 70% は奨学金もらってますよ。奨学金って日本みたいな氷勝ちのローンじゃないですよ。コスタリカは完全無料で渡すんですよ。本当なら奨学金ってそういうもんじゃないですか。本当に無償でやらなきゃいけないのに、日本ではみみっちく、もう学生から金を取り立てよう、こうやってるから若者が動けないんですよ。ここに若者が来れないのはアルバイトしなきゃいけないからです。そういう日本にしてしまった。今こそ窮状の出番ですよ。そういう中で、じゃあどうやったら政権を変えることができるのか。いやもう難しくて、選挙やっても勝てない。選挙だけで考えるから勝てないんですよ。選挙をたった2週間で世の中が変わったらこんな楽なことはない。そこに至るまでの普段に何をするかという問題ですよ。3年前、僕イタリアとドイツに取材に行きました。イタリアに行ったのはこういう理由です。あの戦争当時、日本は終戦の日まで天皇陛下万歳と言っておりました。軍部に従っておりました。終戦の日からようやく戦後が始まりました。当たり前だと思う。ちゃいますよ。イタリアって戦争中に市民が放棄して、あの独裁者ムッソリーニを引きずり下ろしました。そこにナチスドイツが入ってきたら、市民がパルチザンというゲリラ組織を作ってナチスに対して市民が戦ったんですよ。そしてナチスを追い払っちゃったんですよ。なぜそんなことがイタリアにできて日本にできなかったのかということを僕調べに行ったんですね。そこで分かったのは、イタリアでは一人一人が自立していた、そして連帯というものが習慣としてあったと。一人一人が自分のしっかりした意見を持つ、そして周りの人と本音で話せる。日本の戦時中も今も本音で話せないじゃないですか。自立もしてないじゃないですか。イタリアでは自分の意見はきちんと持つ、そして隣の人と恐れずに、こんなこと言ったら通報されるんじゃないかっていうようなことを考えれずに隣の人と話すことができる、そういう関係を作ってきた。ここなんですね。自立と連帯なんですよ。これが昔からちゃんと機能していた。今回コロナになってもイタリアではアパートのベランダに出て誰かがこうギターで歌う、そうと向こうからなんか歌声が聞こえてくる、こういう光景ありましたよ。あれ連帯ですよ。日本どうしてるか、みんなシーッと閉じこもって、閉じこもってたら何も変わりませんよ。コロナだから閉じこもらざるを得ないって言いますけど、コロナの状況であってもやれることがあるわけですよ。それをやらなきゃいけなかった。やらなかったところが今回のあれというところにつながってきてるわけです。ドイツに3年前何をしに行ったか、なぜベルリンの壁が崩壊したのかというのを僕は調べに行ったんですね。ベルリンの壁が崩壊した1989年11月9日、僕当時現場におりました。そしてあの現場の熱気というのを見た。人々が壁をコンコーンと本当にあの
具体的に壊してるのを目の前で見た。僕もやってみましたよ、ハンマーで。ハンマーで壊れるような代物じゃない。それ、その時にもうとにかく現地の動きだけは当時取材してましたけど、なぜこのベルリンの壁を崩壊させることができたのかっていうのは当時そんなことを取材する余裕がなかった。それであのベルリンの壁の崩壊から30年後の1989年11月にもう一度ドイツに行ったんですよ。そこで聞いたのは、最初の取っかかりはたった5人の若者だったってことですよ。たった5人ですよ。その前の年1988年の10月当時の東ドイツのライプチヒという町のニコライ教会という教会で5人の若者がプラカードを掲げた。祭壇の前にですね、5人がこうカードを持って立ちました。そのカードに何て書いてあったか。我々は考えなければならない、我々は前に進まなければならないって言って前に進んでますけどなんでそういうのを掲げたか。当時東ドイツってもう旧ソ連みたいなもうすごい恐怖政治だったんですよね。そういうな日本のまあ戦前みたいなもんですよ。そういう中で反政府のプラカードを出したら即捕まっちゃって拷問されるわけですよ。だったらあまり際どい反政府の言葉は並べられない。でも言いたいことがある。最低限の言いたい言葉、我々は前に進まなければならない、我々は考えなければならない、これを掲げたんですよ。なんとかして変わってほしい。でもみんなはそう思ってるけども誰も何も言わない。言わなかったら変わりませんよ。その5人の若者が立ち上がりました。その時の写真を今回見てまいりました。みんな表情がこわばってますよ。それはだって目の前にこの中に警察のスパイがいるからですよ。みんな素顔ですからね、マスクなんかしてませんから。捕まっちゃうんじゃないか、もしかして牢屋に入れて拷問されるんじゃないか、だから顔がこわばるんですよ。という中で5人の呼びかけに答える人が出てきました。そうだよね、我々は今のままで見過ごしちゃいけないんだよね、考えなきゃいけない。話し合いがそこから始まったんですよ。話し合い、最初は話し合いだけでした。でも話し合う、我々がただこう密かに話し合ってるだけでは世の中は変わらない。我々は訴えかけなければならない。外に出てみんなで訴えようじゃないか。こっからデモ行進が始まったんですよ。最初のデモ行進たった150人ですよ。たった5分ですよ。みんなこわごわですよ。それがどんどん膨らんでいったんですね。翌年1989年10月その数が7万人になったんですよ。7万人っていうのは当時のライプチヒの人口60万人の1割を超えてました。その時当局は手を出せませんでした。それまでのデモは当局警察が出て行ってボンボン殴ってたんですよ、棍棒で。それができなかった。それは市民の1割を超す人々が出てきたら市民全員がここにいるように当局に見えたからですよ。平和のデモ、人々はろうそくを手に叫んだ。我々こそが人民だと。それは当時の政府が我々は人民の代表だと言ってるからですよ。あんたら人民の代表だって言うけど我々こそが人民なんだと。これを市民は言って平和なろうそくデモでそれを示したんです。当局は手を出すことができなかった。それが1989年10月7万人集会。その1ヶ月後11月の5日ドイツの首都ベルリンで50万人を超す集会になりました。その4日後11月9日ベルリンの壁を崩壊しちゃったんですよ。ベルリンの壁を崩壊させたのは選挙じゃないですよ、市民の運動ですよ。それを始めたのはたった1年前の5人の若者ですよ。この中に5人以上いるじゃないですか。5人で歴史を変えられる、ベルリンの壁を崩壊させられるならこんだけ人がいたら日本全部変えられますよ。その5人になる覚悟があるかどうかってことですよ。ある人、あ、もう5人以上いますよ。だったら変えることができる。今日本でもいろいろ運動が起きてます。例えば憲法9条の碑を作ろう、記念碑を作ろう。記念碑を作るってなんか後ろ向きじゃない。そんなことないです。なぜ憲法が今捨ててもいいというふうに言われてるのか、それは目に見えないから。
本当にその良さがみんなに共感されたら、これをちゃんと活用していこうという話になる。だったらみんなの目に見える形にしようということで、憲法9条の日を作ろうという、そういう運動になってるんですよね。今全国で23の憲法9条の日があります。僕そのうち22を見て回りました。あと一つです。22番目に見たのが三重県伊勢市ですよ。あの伊勢神宮があるところです。ここにもあるんですよ。それを作る先頭に立った人は橋本さんという元教師です。同じ橋本でも大阪とだいぶ違う。橋本さんに会って今回話を聞きました。彼は小学校に入学した時、国民学校という名前だった。そこでは法案殿というのがあった。もうそこで再敬礼をする。つまり小学生の1年生の時から天皇万歳を吹き込まれた。教育が大事だ。彼自身が高校教師ですからそう思ったんですね。そこで彼は提案しています。日本中の全ての学校に憲法9条の記念碑を作ろうじゃないかと。いいじゃないですか。目に見える形にする。そして子供の頃から憲法9条の大切さというのを考えてもらう。こういうふうに具体的に持っていかないと世の中変わらないと。そうだと思うんですよ。ぜひそうしてほしい。今度24番目の憲法9条の記念碑が東京にできます。京都にあります？ぜひ作ってほしい。どこに作ればいいか。京都に九条があるじゃないですか。九条に国宝の当時がある。ここに作ればいいと思うんですよ。そういうユーモア感覚が欠けてますよ。今日は文化の日ですけど、文化の日って言うけど今日が本来の憲法記念日ですよ。日本では憲法記念日というと5月3日ということになってる。憲法記念日ってことはなぜかというと憲法がね施行された日ということですよね。世界的には違いますよ。世界では憲法が作られた日が憲法記念日なんですよ。だから本来11月3日が記念日のはずなんですね。なんで日本では世界とは違う日になってるのか。それは当時衆議院で最初にも5月3日に施行する、じゃあこの日にしちゃおうとして、この日を憲法記念日にしちゃおうと決めちゃったんですね。それに対して異議を唱えた人がいます。当時の参議院の文化委員長山本雄三、あの路傍の石を書いた作家ですよ。彼が当時参議院の文化委員長でした。議員さんだったんですね。で彼はせっかくのこの憲法が、本来の憲法記念日が誰にも知られずに終わっちゃうっていうのは嫌だと、なんとかならんかというふうに考えて周りの人と相談しました。後に最高裁の長官となった異例と称という人が知恵を出した。彼はこう言ったんですね。新憲法は戦争放棄という世界に類例のない条文だ。こんな文化的な憲法は他にない。だったら文化の日にしようということを彼は提案しました。お、じゃあそうしよう。これで文化の日になっちゃったんですよ。本来なら75年前の今日、この日こそ憲法記念日なんですよ。憲法9条いいじゃないですか。文化的だ。で、この記念の日という制定するその法律がありますけども、それによるとこの文化の日っていうのはただ文化をめでるという日じゃないんです。自由と平和を愛し、そのもとに文化を進める、これが文化の日にやるべきことだと法律になってるわけです。ただの文化じゃないんですよ。自由と平和、そこが含まれている。だからこの文化の日大切にしましょう。憲法本当は今日が憲法記念日なんだということを考えようじゃないですか。じゃあ具体的に日本をどうやって変えたらいいのか。いやどうもドイツとかイタリアみたいな危害はないし、危害がなかったら作ればいいんですよ。その精神見たのは沖縄だったんですよね。沖縄の辺野古の座り込みというのに行きました。
今辺野古に行くの簡単ですよ。沖縄にとにかく飛行機で行って、那覇県庁前に毎朝9時にですね、市民のボランティアのバスが出てます。無料ですよ。そこに行けば誰でも乗せてくれるんですよ。というのを僕山城ひろしさんという人から聞いてですね、で行ってみました。で9時になったら本当にバスが来ました。で乗りました。一緒に乗ったのが13人です。そのうちの2人は東京と北海道の大学生ですよ。北海道帯広畜産大学1年生の女の子は沖縄に飛行機で来るためのその旅費をレストランでアルバイトして稼いで、わざわざ沖縄に座り込むためだけに行ってるんですよ。こういう若い子がいますよ。今時の若い子はって言いますけど、そんなこと言ったらダメですよ。今時の若い子は誰、平安時代から言ってますから今時の若い子頑張ってますよ。辺野古に着きました。座り込みやみんなね、初めてだから顔が怖がるんですよ。そういう中におじいさんが一人前に出てきました。おじいさんがいきなり歌を歌った。歌っていうのがゲゲゲゲゲのゲーゲートの前で座り込みと、ゲゲゲの鬼太郎の替え歌ですよ。なんだこのおじいさんと思った。おじいさんが自己紹介しました。私はハイジです。ハイジってアルプスの少女かと。おい、このおじいさんその辺うろうろしてたんですって。そしたらこの警備員の若者からですね、こらそこの徘徊じじいと言われた。徘徊じじいを自分で縮めてハイジにしてるんですよ。偉いですよ。普通ならバカ野郎この野郎って喧嘩になるじゃない。喧嘩しないんですよ。喧嘩しないでありがとう、俺の名前のヒントをくれて、ここが沖縄のしたたかさですよ。そして歌を歌う。沖縄の運動にあるのはしたたかさと楽天性ですよ。これが長い運動を持たせたんですよ。座り込みが終わって一日3回やります。午後4時にまたその同じバスで帰ります。僕バスに乗りました。僕の後ろのおじいちゃんがニコニコしてるんですよ。おじいちゃん、さっき排除されたじゃないですか、なんでニコニコしてるんですかって聞いたら、帰り際に俺の足を持って排除した機動隊員がそこにいたと。この機動隊員に捨てゼルフを残したんですよ。なんて言ったか、帰るよって言った。そうしたらこの機動隊員がお疲れ様でしたと。いいじゃないですか。機動隊員だって人間なんですよ。炎天下でこのおじいちゃんが頑張って、最初中国かソ連からか、ソ連じゃないロシアかと、このお金もらってるのかと思った。そうじゃない、手弁当で来てる、しかも毎日炎天下、今日も太陽が照ってますけど、沖縄の炎天下こんなもんじゃないですか。そういう中でおじいちゃんが頑張っている、それを見て若者は胸を打たれるんですよ。そこだけじゃないですよ。別のところで牧師さんがこう言ってました。海上保安庁の若者がいる、この若者にとくとくと説得する。あんたね、こんなとこでこんな市民を排除するんじゃなくって、もっと世界を見て回ったらどうかということを言ったと。しばらく経ってこの海上保安庁の職員がその現場に来て、牧師さん、あの牧師さんいますかって聞いたら、たまたまいなかったんです。その彼はですね、じゃあ皆さん、あの牧師さんに言づてお願いします、僕はあの牧師さんの言うことが正しいと思った、そこで海上保安庁を辞めました、これから広い世界を見て回りたいと思います、それをあの牧師さんに伝言してくださいと、そう言ったって言うんです。若者は敵じゃないんですよ、味方に入れられる。若者は知らないから向こうに行っちゃうんですよ。それを敵に回すんじゃない、引き入れればいいんですよ。さっき SNS をなかなか使ってない、 SNS ってあまり知らない、だったら若者から習えばいいじゃないですか。若者に頭下げて教えてねって言って仲間に引っ込めればいいじゃないですか。そうすると今はこの ET の指先だけですけど、その後グーができるかもしれない、その後握手ができるようになるかもしれない。京都の選挙で指先だけの共闘はできましたよ。その次グーですよ、その後握手ですよ。握手になった時に世の中変わりますよ。皆さんはその第一歩やったじゃないですか、京都でそれを示したじゃないですか。今沖縄に疲れが出ています。今回の選挙で全勝とはいかなかった、それはこれまでずっとほぼ孤立して戦ったからですよ。だったら
今度は我々が沖縄から学んでこの日本全土を変える時じゃないですか。僕はそう思うんです。沖縄に宮古島という島があります。ここで2005年イラブの乱というのがありました。このイラブの町議会、町の議会はですね、自衛隊誘致というのを強行採決で決めちゃったんですよ。その時に反対派の議員が、強行採決っておかしいじゃないかって言ったら、いや、これは民主主義なんだ、民主主義って数なんだ、町議会の数で多数決でそうしちゃったんだから、文句があるならここに町民半分ぐらい集めてみと、こう言われたんですね。言われた方はどうしたか、車にマイクを積んでスピーカーを積んで2時間街を走りました。皆さん、強行採決で自衛隊誘致という非常に大切なことが勝手に決められてしまいました。おかしいと思う人は今すぐ公民館に集まってくださいと言った。2時間後、公民館は人で埋まりましたよ。その数3500人、町の人口の半分以上です。本当に集まっちゃったんですよ。その壇上に、公民館の壇上に議員がずっと並びました。で、町の人々が彼らを追及する。議員は頭下げて、ごめんなさい、私が悪うございました。もうすぐに議会を開き直して白紙撤回ですよ。次の日の宮古島の新聞一紙面トップ、デカデカと強行生活、強行採決、白紙撤回。その時のことを僕が聞いたのは、宮古島の球場の会の女性ですよ。この女性がこう言ってました。それまで我々はこういう情報を察知していた、強行採決やるんじゃないか、この情報を察知して、そして街頭宣伝やった、皆さん注意してください、こういう動きがありますとマイクで仕切りに行ったんだけども、皆さんスーッと通り過ぎていくだけだ。皆さんもそういう経験ありません？街頭で球場がって言ってもスーッとこう通り過ぎていく、このバカ野郎がと多分腹の中で思ったでしょう。彼女もそう思った。もうこんな大切なことをなんでみんな考えずにスーッと通り過ぎていくのかと思ったら、スーッと通り過ぎていった人がその3500人の中にいた。その時に彼女は確信したというんですね。私の呼びかけは無視されてない、ちゃんと耳に入っていたんだ。そしてその呼びかけがこれだけ3500人を動かしたんだと。大切なのは諦めないということですと彼女言いました。そこですよ、諦めないということ。地球の反対側、中南米にウルグアイという国があります。このウルグアイ、左派政権が取りました。で、その時副大統領だったのは女性ですよ。その女性はかつてゲリラやってた人です。ゲリラやって資金稼ぎのために銀行強盗をやった人です。この人が副大統領をやってると。でその人に聞きました。もう牢獄に13年間入ってるんですよ。これは副大統領ですよ。この人に聞いたんですね。戦いで勝つコツは何かありますか。もちろんあります。何ですか。勝つまで戦いをやめないことです。なるほど、確かに諦めないことという言葉が沖縄から出ました。勝つまで戦いをやめない、これが中南米の地球の反対側の国から出ました。やることは同じですよ。そのための第一歩は何か、イタリアに行って向こうの人に聞いたんですね。今でも自立と連帯ありますか。もちろんあります。日本はありません。どうしたらいいんでしょうか。何かヒントはありませんかって聞いたら、最初の一歩を教えてくれました。と、何ですか。挨拶をすることです。街で出会った人にこんにちは、こんばんは、挨拶だけで関係が変わってくる。皆さん挨拶してます。もう日本では知らん国ですよ。エレベーター乗ったらツーンと来る。挨拶からですよ。連帯は挨拶からですよ。コスタリカに行って、コスタリカの平和憲法を作った時の大統領の夫人、この人を後にいろいろ大使やってる人、その人に話を聞きました。どうしたらいいんでしょうか。この彼女が言ったのも全く同じですよ。最初は挨拶からですよ。朝初めて会った人にとにかく挨拶をする、おはようという、全然知らない人でも挨拶をする。そこから変わってくる。みん
な言ってること同じです。難しいことじゃない。挨拶くらいならできるじゃないですか。日本で挨拶する、こんにちは、次に何を言うか、今日は天気がいいですね。いや今日天気が良くないって言う人いませんよ。今日すぐ合意ができますよ、天気の話は。そういうことから始める、何も難しいことない。そうやってやっていくと世の中が変わっていく。今私たちがやるべきことは、この世の中を議員さんとか市民連合とか彼らだけに任せるわけじゃない。彼らは今回やってますよ、頑張ってますよ。彼らだけに任せるんじゃない。普段から私たちが市民の運動をやっていく。コロナだから街に出られないんだ。だったら少しずつでも出ようじゃないですか。あるいは本当に出られないんなら、あの SNS で発信しようじゃないですか。やり方を若者に学ぼうじゃないですか。こういうことをやっていくと、私たちは来年の夏に笑うことができるように思います。ありがとうございました。伊藤さん、どうもありがとうございました。もう一度、大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございます。ここで、毎度おなじみではございますが、大切なお願いをさせてください。本日の集いは皆さんからのご協賛金とカンパで賄っています。今回も多数の方々からご賛同をいただき、プログラミングにも、お名前、団体名を掲載させていただいております。この場を借りて改めて心から お礼を申し上げます。その上で、お願いをさせてください。賛同金だけではどうしても賄いきれない支出がありました。いつものことで誠に恐縮ですが、ご参加された、ここのにご参加された皆さんにも、カンパを改めてお願いいたします。このカンパによってこの集いの成功を財政的に支えております。会場の前から、これからカンパ袋を回していきますので、おいくらでも結構です。おいくらでも結構ではありますけれども、できるだけ多くいただければありがたいんですが、どうぞよろしくお願いいたします。ご協力ください。ところで皆さん、本日の主催団体の憲法9条京都の会は、京都憲法ラジオというラジオ番組を持っています。その案内チラシをプログラムに入れています。最近は YouTube の配信も行っています。また京都憲法会議と共催でオンライン連続憲法講座も行っていますので、ぜひ憲法9条京都の会のホームページをご覧ください。繰り返しのご案内で恐縮ですが、皆さん慣れてきたところなので改めてもお願いいたします。もうしばらく続きますので、間隔を空けてお座りいただきまして、マスクを、ちょっと苦しい、暑いですけれども着用を続けていただきまして、加えて禁煙にもご協力くださいますようにどうぞよろしくお願いいたします。さて、総選挙を終えて憲法をめぐる情勢はどうなるのか、どのような運動が今求められているのか、ご一緒に考えたいと思います。そこで憲法9条京都の会の事務局で弁護士の岩佐秀夫さんから情勢報告をしていただきます。岩佐さん、よろしくお願いします。ご紹介いただきました弁護士の岩佐と申します。今のね、本当に伊藤千尋さんの話、元気と勇気の出る希望が湧く、もう私の言ってほしいなと思ったことを全部喋ってくれたんでね、もう必要ないんじゃないかと思いますけども、今度は打って変わってちょっと硬い話でね、10分余り我慢してください。よろしくお願いいたします。もう最初の政党代表の皆さんもおっしゃったように、私がごちゃごちゃ言う筋合いもないんですけれども、今回の本当に歴史的な総選挙、いろんな側面がありました。しかしながら市民連合、
京都ではユナイト京都、こういう方々の尽力のおかげで本当に大きな成果、そしてまた反省点、学ぶ点もあったというふうに思います。候補者調整では小選挙区289のうち213で統一できたわけでございます。 74% で候補者統一ができたと、こういうことであります。本格的な共闘はできなかったけども、先ほどのご指摘にもありましたように、1区はもちろん3区6区でも事実上の共闘ということで見事当選を勝ち取ることができたということを喜びたいというふうに思います。そしてユナイト京都の皆さんの努力もあって、1区ではですね、よその府県からも立憲からのね、応援スピーチにもね、川田隆平さんをはじめてして来てくださった、こういうふうな成果が上がっているわけでございます。そしてですね、先ほどちょっと話出ましたけれども、成果としては小選挙区では62と、こういうことなんですが、あともう一歩と。いうことで惜敗率って、惜ってのは惜しいですね、惜しいけど敗れたと、ね、この 90% 台 10% のもう一歩のその人たちを入れるとね、33人増えるんです。これを 80% 台以上に下げるとですね、54人増えると、こういうところだったんですね。これはだから本当に頑張って頑張ってここで追い詰めたと、同時に追い詰めきれなかった、そこの努力がちょっと足りなかった、こういう深い反省も同時に意味すると、こういうことになろうかと思います。そしてですね、皆さんご存知の通り、神奈川13区では岸田内閣の甘利幹事長を落としました。そして東京8区では石原元幹事長はじめとして大臣経験者有力者をね、10人ぐらい落っことしたと、こういう成果を上げることができたわけです。ここに確信を持ちたい、こういうふうに思います。そして同時に、先ほどもいろんな方がおっしゃってたように、今回の本当に戦後初めての閣外協力であるけれども、政権協力合意ができたと、こういう歴史的な選挙であったにもかかわらず、この野党共闘の持つ大きな意味、大義と歴史的な意味、このことを、そして皆さんも読んでらっしゃる方圧倒的に多いと思いますけど、6つの柱と20の合意、政策の内容、詳しく読んだら本当に今私たちが今の日本に必要なことを全部含まれているんですね。これを、確かに選挙期間短かったけれども、これをちょっと十分伝えきれなかったと、こういうところは本当に私たち反省しなければいけない、こういうことになるというふうに思います。その中で結果として日本維新の会が大きく伸ばしたということなんですね。これはまあいろんな側面分析があろうかと思うんですが、その大きな要因として、皆さん毎日夜テレビつけると必ずね、あいつら出てくると、ね、特に NHK も含めてですね、維新の会を持ち上げると、こういうふうなことが大きなメディアの重大な問題も私たちに突きつけられていると、こういうことであるわけでございます。そしてこうした反省点と同時にですね、この維新の会が伸びたと、こういうことは11が30議席増やして41になったと、このことは本当に実は大きな危険な意味を持っているということを残念ながら指摘せざるを得ません。自民党公明党合わせて293、これに維新の41を加えると334議席、ね、皆さんご存知だと思いますけど、衆議院で憲法改悪の発議、これね、310議席を超えたらできるんですね。その数を超えた、こういうのが今回の選挙の結果でもある、こういうふうに思います。そしてこの選挙に向けての自民党の公約を読みますと、こうなってます。自衛隊明記、緊急事態対応、いわゆる参院の合区解消、超公共団体、そして教育充実、こういうふうに書いてあります。そして岸田首相が総裁選出馬前の記者会見でこう言ってます。私が
自民党総裁になれたら任期中に憲法改正を目指すと明言して総理大臣になったと、このことを私たちきちっと確認したいというふうに思います。そして日本維新の会も公約書を出してますので私確認してみました。そしたらね、公約には教育無償化、同州制、これ大阪都構想と絡んでるわけなんですね。そして憲法裁判所を設置すると、こういうふうに書いてあるんです。9条そのものは触れていません。明確に書かずにね、緊急事態条項は積極的に議論すると、同時にね、9条改正については正面から改正論議を行います、こういうふうになってるんですね。そして昨日のね新聞報道で明らかにされたんですが、大阪市長でもある松井維新の会の代表こう言っています。来年の参議院選挙までに改正案を固めて参議院選挙の投票と一緒に国民投票を実施すべきだ、こういうふうに松井は言ってるんですね。まずは憲法審査会を正常化させることだ。立憲民主党と共産党のボイコットで審査会の議論が進んでいない。きちっとスケジュールを決めて各政党に憲法改正案を出させてどんどん議論しようじゃないかと、こういうことをだということなんですね。公約を読んでいますと同じようなことが書いてある、こういうことなんですね。本当に今回の選挙の結果はそういう恐ろしい事態まかり間違ったら進むんだと、こういうことをねきっちりと抑える必要があるというふうに思います。そしてですね、今年5月2日、これ聞きになった方、読んだ方も多いと思いますが、 NHK の世論調査ではこうなっています。憲法9条そのものの改正については必要ありと思うが 28%、 ない 32%、 どっちとも言えない 36%、 こういうふうになってるんですね。そして9条じゃなくて憲法全体、憲法一般の改正についてもいろいろ議論があるわけなんですね。加憲論もその一つです。これ必要ありと思うが 33%、 ないと思う 20%、 ね、 33%、 13% 多いんですね。どっちとも言えない 42%、 こういう風なんですね。この2つの点で問題なのはですね、憲法9条そのものについて改正必要ないと思うが去年より 4% 減っているんですね。そして憲法全体の改正についても実は去年より必要ないが 5% 減っていると、こういう現実があるわけなんですね。この背景に何があるか言うまでもなく中国北朝鮮脅威論、こういうことになるのは明らかだろうと、こういうふうに思います。そしてですね、この大事なのは今ですね、憲法9条そのものの改正絶対許してはならないということなんですが、安倍内閣時代の2015年の安保関連法、その前の年の集団的自衛権行使容認、あれ以来ぐっとね実質改憲、9条は触ってないけど実質改憲の動きがどんどん進行していると、こういうことをきちっと私たちは認識する必要があると思います。中国危機をまあ最大の口実にして、いわゆる南西諸島かっこつきですけども、どんどん軍事要塞化が進んでいます。先ほど伊藤さんの話もありましたけれども、残念ながら一番台湾に近い与那国島に監視部隊が配置されています。石垣、宮古、奄美大島にミサイル部隊が、基地や弾薬庫がすでに設置または設置されようとしている。本島の陸上自衛隊、航空自衛隊もどんどん増強されて、いわゆる最近の最先端に行く電子戦部隊と同時にミサイル部隊の配備計画も進行している、こういうことなんですね。それからもう一つ重大なのはね、これマスコミほとんど報道してないんですが、9月8日からですね、戦後最大の軍事演習が実は今も進行中なんです。現在進行形なんです。11月末までやると現にやっているんです。このことの恐ろしさを皆さんね実感していただきたい。とりわけですね、陸上自衛隊の実動部隊ほぼ全員と言われる10万人を動員して、米軍を中心にして戦後最大の軍事演習が行われていると。今までだったら米軍ということなんですが、もう皆さんご存知かと思いますが、オーストラリア、インド、そしてイギリス、カナダ、オランダ、ニュージーランド、
こういうところまで参加してですね、軍事大演習、戦後最大の軍事演習は今現在進行中、こうした中でいわゆる敵基地攻撃能力も必要だと、こういう議論がはびこっていると、こういうことなんですね。安保条約6条って、まあ、ご存知の方多いと思いますが、あれ極東の範囲で、ね、アメリカ軍に基地を提供すると、こうなってるんですね。極東はどこかって言ったらね、フィリピンよりだいたい北のあたりだということなんですね。ところが今は南シナ海はもちろんインド洋、そして自衛隊が今中東に派遣されていると、こういう現実があるんですね。世界規模に広がっていると、安保関連法の中で世界中どこでも米軍の後方支援ができると、こういうことがすでに法律体系としては出来上がっていると、こういうことを皆さん認識していただきたいというふうに思うんですね。戦後最大の軍事演習、ね、私今78歳、私よりもっと年上の方は多分ね、思い起こしていただけると思うんですが、関東軍大演習ってのがあったんですね。そっから、ね、満州事変、満州国傀儡政権を打ち立ててね、さらに中国全面侵略、アジア侵略、そして太平洋戦争へと広がっていた、この歴史を今きっちり思い起こす必要があるんではないでしょうか。そのことをね、私は強調したいというふうに思うんですね。で、ただそういう側面と同時にですね、去年の5月3日、先ほど今年の5月の NHK 報道を言いましたけど、こうなってたんですね。皆さん去年の今頃からずっとコロナで大変でしたよね。去年の5月3日の NHK 世論調査では、コロナの下では憲法以外の問題を最優先すべきだと、こういうのがね 78% なんですね。憲法問題も議論すべきだっていうのはね、たった 13% しかなかったんです。この事実もきちっと押さえておく必要がある。そして去年のこの同じ NHK 世論調査では、9条そのものをどう評価しますか、非常に高く評価する 27%、 ある程度評価する 48%、 両方合わせたら 75% の人が憲法9条を評価していると、ね、こういう世論が去年の5月3日にあったんです。この1年間でどれだけ変わったか、そしてやつらが言ってる来年の参議院選挙までね、どう変わるのかと、元に戻せるのかということで、私たち頑張りたいというふうに思います。本当にこういう大変な中でどう展望を切り開くか、今本当に伊藤千尋さんのおっしゃったこと、私たち一人一人が実践したら必ず展望が切り開けるというふうに私も確信いたしました。ありがとうございました。そしてね、もう知ってる方多いと思うんですが、戦後最長と言われた安倍内閣、本当に骨の髄から憲法9条改悪したがっていた、安倍の内閣の時代に衆議院も参議院も3分の2を取られてた時期があるんですよね。であるにもかかわらず憲法9条改悪を絶対に許さなかった、それどころかね、発議すら許さなかった。これはね、九条の会の皆さんの運動をはじめとして、全国津々浦々のさっきの伊藤さんのね、市民一人一人の運動がこれを許してこなかった、こういうことなんですね。その維新の会は来年さ、ね、参議院選挙までにね、憲法9条改正の発議するんだと、こんなことを言ってますけども、絶対に許さないということで、私たちは展望を切り開くことができるし、しなければならないというふうに思います。そしてですね、ちょっと失礼、まあ今更お前に言われなくても分かってると言いますけどもね、改めてこの憲法9条っていうのはね、なぜ生まれてきたのか、どれほど大切なのか、こういうことなんですね。戦争放棄と宣言している憲法、実は日本以外にも30カ国近く世界にあります。しかしならば戦争する手段である軍隊戦力を持たない、ここまで明確にやってるのは、いい悪いはともかくね、世界でたった一つなんです。本当に人類の数百年にわたるね、人類の中でね、戦争して殺したい殺されたい、そんなことを思う人はもう本当に 1% もいないと思うんですね。
言うのは戦争で儲かる人たちだけ。このことにね、私たち確信を持つ必要があるし、明治始まった直後から朝鮮半島台湾の植民地化、そして満州国、中国侵略、アジア侵略、太平洋戦争と日本はずっとね、150年のうち半分は戦争の責任を歩んできた、こういうことなんですね。そして最後の行き着く先は本当に大変でした。もう全国主要都市の大空襲、そしてあの沖縄の悲惨な地上戦、ついに広島長崎の原爆投下、やっと終わったんですね。ああやっと終わった、ほっとした。戦争はこりごりだ、その時代に生き延びた人たちもう全員思った、こういうことなんですね。その中でこの憲法9条が生まれたと、この、ね、素晴らしさを本当に私たち何遍言ってもお話、先ほどありましたように幸福をちょうど今日で75年、この9条があったからこそ戦争で人を殺したり殺されたり、そういうことを一切なしに今日を迎えることができたということを共に喜びたいというふうに思います。そしてですね、日本がもうそうは言っても中国北朝鮮怖いじゃないか、こういうのが本当にはびこって、これがねちょっと世論が微妙に揺れるね、そういう大きな原因でもある。しかしながらですね、憲法9条の精神を生かした平和外交、これをやれば私はね、日本が攻められるなんて絶対にないということを私は確信しています。そしてこの9条を生かした平和外交、何よりもアメリカ言いっぱなし従属、そういうことはもうやめ、中国もいっぱい批判すべき点あります。批判すべきを堂々と国際舞台できっちり批判する。しかしながら中国とも地球温暖化防止とかね、そういうことで一緒にやれること、コロナ対策もね一緒に協力してやろうではないか。北朝鮮問題についてはすでに6カ国協議という枠組みが過去にあります。 ASEAN のようなああいう平和な枠組みを東アジアにも作る、その先頭に日本が立つということが大事ですし、何よりもね、核兵器禁止条約、皆さんもご存知の通り56カ国が批准している、こうして86カ国が署名している。それなのに戦争で唯一の人、その日本がなんでね、批准どころか署名もしない、あの会議もボイコットした、こんな恥ずかしいことが一体あるんでしょうね。この怒りをね、私たちもっともっと広げぶつける必要があると思うんですね。政権交代ができて日本が真っ先にですね、核兵器禁止条約を批准する、そしてアメリカなど保有国にもオブザーバー参加って道のできるんですね。アメリカさんもしなさいと、こういう呼びかける、日本も最低限オブザーバー参加をすぐにすると、こういう風になったら世界中から拍手喝采、こういう風に思います。そして地球温暖化防止でもね、このことを前から指摘していた日本人である、今は外国人ですけどもね、真鍋さんがノーベルね物理学賞をもらわれ、これで若者の間でもね、気候温暖化本当に大きな関心が広がっていると。この温暖化っていうのは凄まじいですね。はい、そろそろ終われと命令が来ました。本当にね、あの豪雨がね続いてね、皆さん昨日あたりからやっと金木犀咲きましたよね。これね1ヶ月遅れですよ。カナダでは 49.6 度、ね、世界中で山火事起こっています。これをねなくすために、本当に日本の技術を生かして世界の先頭に立って努力する、これをやればね、必ず日本はいい国だ、日本を攻めようなんて国は絶対ない、ここにおられる皆さん、まずそのことに確信を持って、そこから始まるんだと思います。憲法12条にこう書いてあります。この憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって維持しなければならない、こう書いてあるんです。一人でもできること、私これやってます。電車の中でもいつでもね、ああ気持ち悪い人来たいって逃げる人もありますけどね、手振ってくる人いっぱいいます。ということで、あの皆さん共に一人一人ができること、まず実践しましょう。伊藤さんのね今日のね講演に学んで共に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お話でした、それではここで本日の集会アピールを採択したいと思います。本日のアピール案は、私たち参加者の意思を表明するとともに、東
広く市民に呼びかけていくものです。プログラムに挟み、載っておりますので、見ながらお聞きください。それでは読ませていただきます。憲法集会アピール案。10月31日の衆議院選挙を終え、当選者の 77% が改憲に賛成だと報じられています。また岸田氏は総裁任期中に改憲の実現を目指すと明言しています。私たちは明文改憲と安倍菅政権下で進められてきた実質改憲の動きを一体にして戦わなければなりません。しかしこの戦いは憲法9条の価値を輝かせるとともに、必ずや憲法を生かすまともな政治を開くものとなるはずです。安倍政権は従来の政府の9条解釈を一方的に改め、安保関連法を強行しました。菅政権も敵基地攻撃能力や空母の保有を進め、アメリカバイデン大統領に日本の軍事拡大を約束しました。岸田政権もこの延長線上にあります。来年度の防衛予算は今年度をはるかに上回る5兆4797億円が計上され、自民党は GDP 比 2% 以上の防衛費という凄まじい軍拡を求めています。このところ相次いでなされている北朝鮮によるミサイル実験や日米英等による軍事共同演習、中国機による台湾の防空識別圏への侵入や中ロによる軍事共同演習など、東アジアで緊張が高まっているのは確かです。しかし憲法9条を持つ日本の役割は、それを軍事的な紛争にしない、国際法に基づき外交によって解決を促すことではないでしょうか。アメリカと一緒になって中国を軍事的に封じ込め、緊張を高めるなど絶対にしてはなりません。そもそもコロナパンデミックや気候変動といった人類史的危機に直面している今、軍事に力を入れるのは愚の骨頂です。安倍菅政権は憲法や法律、手続きを軽視し、官僚や専門家の政権運営のために利用してきました。憲法53条に反して臨時国会を召集しない、政権に不都合な学者は日本学術会議会員に任命しない、官僚には忖度を強いるという具合でした。その結果、科学的裏付けも適切な説明もないちぐはぐなコロナ対策が感染状況を悪化させ、人々の命や暮らし、なりわいや学びを深刻な状況に陥れました。折しもこの30年、自民党政権によって進められた富裕層を優遇し庶民に自己責任を強いる新自由主義的改革と相まって、生きていくことすら困難な人たちをたくさん生んだのです。衆議院選挙を終えた今、私たちは改めて憲法を守り生かす運動を展開していく必要があります。それは第一に憲法9条の明文改憲を許さず、9条に反する動きを食い止めるだけでなく、9条の理念を具体化していくことです。安保関連法を廃止し、アメリカとの軍事的一体化路線と決別して、東アジアでの平和の枠組み作りに取り掛かることです。政治に働きかけるとともに、私たち自身も知恵を出し合いましょう。核兵器禁止条約を批准すべきですし、辺野古の新基地建設を撤回させましょう。第2に憲法13条の個人の尊重に基づいた取り組みを地域や職場、学校などあらゆる場で実現し、多様性やジェンダー平等を認め、誰もが自分らしく生きていける社会を目指そうではありませんか。新自由主義路線とも決別しなければなりません。本日私たちはここ丸山で憲法集会を開催し、改めて日本国憲法を守り生かそうという意思を固めました。命と暮らし、平和を守るにはこの道しかありません。共に歩みましょう。2021年11月3日、生かそう憲法、守ろう9条 11.3 憲法集会 in 京都参加者一同。ありがとうございます。よろしければ
大きな拍手でご承認ください。どうもありがとうございます。それでは決意を新たに頑張っていきましょう。引き続き会見発議許すな署名などの発を活用しながら対話を広げていきましょう。それではそろそろ集いを閉じさせていただく時間となりました。最後に、これからあります憲法ウォークのご案内です。この集いの終了後、祇園石段下から、四条河原町を通って京都市役所前まで憲法ウォークを行います。久しぶりにシュプレヒコールができます。コールシュプレヒコールの例をプログラムと一緒に入れております。1枚もので憲法会議のオンライン学習会の、どっちが裏か分かりませんけど裏表になっておりますので、これも、ご参考になさってください。なお、これ一点注意なんですが、南座の前、この間口の前だけは、コールをお控えください。これは毎年、いつも の流儀になっておりますのでよろしくご協力ください。ぜひ憲法9条を大切にしたいという私たちの思いを道行く人たちに大いに伝えましょう。それから本日ご講演いただきました伊藤千尋さん、並びに憲法9条京都の会世話人の皆さんには、先頭役をお願いいたします。お早めに、小笠原世話人が待たれております大田馬区一番先頭のところまでお集まりください。よろしくお願いいたします。先ほど皆さんからいただきました乾杯の額は48万8020円でした。たくさんの参加ありがとうございました。また本日の、丸山での集いの参加者は1300人でした。それではこれをもちまして本日の集いを閉会させていただきます。京都市役所前まで憲法ウォークをご一緒に、楽しみましょう。私たちの司会もこれで終わりとなりました。皆さんご協力ありがとうございました。